定点は考えておいてな。まあバイオリンがの弦が意図せずに弦の上で弾んでしまうというのは、まあボーイングが綺麗に聞こえない、まあこれ前からなんですけど、ありますね。まあそれからやっぱりどうしてもピタッと音を出すときに音程が合わない、まあこれも前からで、一朝一夕に治らないんですけど、あと音量のバランスですよね。まあ、それはまあ気をつけたつもりなんですけど、まあできた方かなと思ってます。ポジション移動はちょっと最初のポジションアップのところでしょ、やっぱりちょっと失敗したけど、大きな失敗じゃなかったから、ボート聞いてたら分かんないかもしれない。そんな感じでした。